皆さんこんにちは、新脈です。はい、最近リモートワークも増え、まあ、ここ1年ずっとそうだけど ね、お家にいる時間が増えてると思います。家で仕事をすることが増えて、2人の時間もすごい増えたんですけど、その中でやっぱり2人の趣味っていうのが増えて、で今回はお家の中で2人でできるゲームをちょっとご紹介したいと思います。どういうゲームなんでしょう。それは恋庭というスマートフォンでプレイができるアプリです。はい、でまだ実はやってないんですよ。今からやる、今から初めてやります。まあ、ざっくり簡単にどういうゲームかっていうのをご説明しますと、マッチングアプリなんですよ。うん、なのでマッチングしたいと思います、誰かと。そう、でもいや、やる意味ないやんと思うじゃない、そんなんやったら。マッチングアプリやったらいや、もうすでにマッチングしてるからね、結婚してるからね。そうそう、恋庭というアプリはそもそもそういうマッチングアプリなんですよ。うん、アバターを作って自分の、うん、で庭を作っていくという、自分のね、で、うん、誰かとマッチングして庭を作っていく、一緒にで親睦深めてって、うん、でなんかそこであれ、お互いの絆を深めてくれる質問があるみたいな。そうだ、まだちょっとやってないから、どういう全く開いてないので、全然わかんないんですけど、従来はそういうマッチングアプリなんです。うん、ゲームを通して誰かとマッチングするっていう、ただこのゲームのポイント、私たちがすごいこれをやりたいと思った理由は、もうマッチングしている、つまり彼氏彼女夫婦っていうパートナー同士でも、例えば誰も入ってこれないように制限できて、2人で一緒に2人の庭を作れるっていうゲーム機能もあって、それって楽しそうじゃない？ね、そこはほんまに楽しそう。そう、だから私と深夜だけの部屋を作って、庭を作って、一緒にこう協力して、ゲームの中でもコミュニケーションを取りながら遊べるっていう、楽しそうよそれ。ゲームみたいです。その2人だけの庭を作れるまでにね、ちょっと何段階かやんなきゃいけないことがあるらしくて、まずそこをね、おのおのソロで制限が解除されるまでプレイしてみたいと思います。よし。よし。じゃあ早速やってみますか。恋庭はゲームを通じて心でつながる恋愛マッチングサービスです。じゃあもう僕は自分の似たような感じのやつに仕上げました。早いね。まずこうやってアバターが出てくるんです。ピピ、ここは将来の恋人とマッチングし、2人だけの農園生活を楽しみながら愛を育んでいくことができる素敵な庭なんだピピ。へえ。荒れてるんだね。うん、まあ、こういう感じでね、オープニングがあって、自分のアバターを作っていくという。どんな感じ？スターを手に入れてくるんだ。なんか次やることを言ってくれるからいいね。なんかそう、それをやっていく。ずっとゲームしてる、という感じ。そう、とりあえずやることやって早くちょっと2人で2人の庭作りたいな。まずちょっと自分の庭作り頑張るわ、綺麗にするわ。本当に2人でプレイできるまでちょっとおのおの1人ずつ庭を作っていってってます。クリアしてたらガチャとか引けて、あ、そうそう、俺もこういうおしゃれな服もいっぱいあるんだ。今お試しで引かされたからあれだけど、すごい。No. え、なんか雑誌みたいな。雑誌やな。ほんまの雑誌やんな、これ。これ、なんかほんまの自分の服装に近づけれるな。はい、引いてみよう。で、こんだけさ、なんか、系統違う服屋さんやったら面白いよ。ずっと進んでいてたら自分の情報を入力する場所に来ました。恋にあの目的、血液型、出身地、メッセージの返信速度、活発な時間、部活、得意な教科、趣味。ちょっとマッチングアプリっぽくなってきたよ。こんな感じで。こういう感じで自分のプロフィールをどんどん入力していくフェーズだね、今。なんか、バラがあります。ひたすらゲームを続けること、約1時間ぐらい。うん、1時間弱ぐらいかな。そしてとうとうマッチング機能が解放されたみたい。マッチングが成立すると、そのお相手と2人だけで育てる恋庭がオープンするピピ。こうやっていっぱいマッチングの相手が出てくるから、あ、もう出てきてる。いいねとか押せばいいんだって。フルフルガールを
はいはいはい、違うんだな。あ、とうとう俺もようやく行けた。ようやく行けました、これで、うん、マッチング機能が解除されました。なのでこれで、はい、まあ、お相手がいない方はマッチングアプリとして相手を探すことができるし、うん、私たちみたいにカップルがもう成立している場合、このマッチングの中のフルフル機能っていうのがあります、うん、それの恋人同士や夫婦でプレイをするにチェックを入れる。でこれ2人ともチェック入れてるとマッチング機能を制限することができる、うんうんうん、だから他の人の候補にも入らないし、もう2人だけでプレイできる、うんうんうん、ちゃんとチェック入れたね。チェック入れよ。だからチェック入れてマッチング、はい、マッチング、フル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 、はっ、出てきた出てきた、あ、出てきた出てきた、あ、それそれそれ、色黒岩豆の夫、うん、おお、こんな感じなんや。マッチングが成立し恋庭が誕生しました。おお、岩豆の夫との恋庭、こんな感じです。お、うん、おめでとう、上がついにマッチングが成立した、ピピーだって。へー、で2人だけの庭、恋庭が解除されました、はいはいはい、うん、このボロボロの庭を2人で綺麗にしていったんやな。うん、庭の左半分が自分の庭で右半分が恋庭になっている。うんうんうん、今俺も植えてるよ。なるほど、じゃあ2人で、俺植えてるやろ、これか。あ、収穫できる、なんかできる、収穫しといて、収穫できる、オメブの方で。で、オメブがほうれん草を植えましたって出てきたわ。へえ。という感じで、ここから2人で庭を作っていくことができます。うん、うんうんうん、2人でできるのっていいね。いや、こっちに出てくるもん。おめぶがあのほうれん草を収穫しましたって、今収穫したやろ。うん、うん、そう、こっちに出てきてるよ。普通に農園ゲームとして面白いなあ。ぶどうの種とかももうあるもん。あ、マジで。うん、じゃあ俺らでぶどう屋さんやろうぜ。いいね。なんか新しいマッチングアプリだよね。うん、新しいな、本当にな。自分の顔写真を登録しなくていいから、うん、見バレもしなくて済む。あー、そうか、このアバターだけでやってるからね。あと、うん、まあ、やっぱり顔が見えないのって不安だと思うんですけど、うん、顔を見ないからこそ先入観もなく中身重視でというか、うん、まあまあ気軽やね。そう、ヒーリング重視でマッチングできるのってすごいなと思って、うん、なんか新たな風が入ってきた感じがしていいよ、ね、なんか変なの、コミュニケーションツールがここで、だってチャットみたいな感じでさ、ほ、うんまだ。まずしんちゃんの岩豆の夫のプロフィール見てもまだ未開放なものが多くて、恋庭、うん、の目的が血液型しかまだ見えてないんだけど、これはゲームを2人で進めることによってこのプロフィールが1個ずつ開けてくる、うん、からゆっくりこう関係性を構築できるというか、うん、血液型が今開放された、うん、この辺はね、うん、夫婦同士だと分かることなんですけど、うん、全部ね、うん、だけど例えばマッチングアプリで自分じゃこう相手になかなか聞けないことってあるじゃないですか。例えば年収とか、うん、これも後半に行くと年収とかあるのよ。で、貯金額とかもあるのよ。ほんまや、最後の最後にこんなに結構詳しくね、質問が用意されてるってなかなかないんじゃないかなと思って、うん、ゲームを進めていくうちに相手のこともどんどん分かっていく、うん、私のプロフィールもう開けちゃったね。うん、どん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 開いてきたから、うん、うん、初回デート費用割り勘うん、まあでも、うん、割り勘しようと頑張ってたやな。そう、うん、しようとしてた、うん、え、覚えてるでしょ。覚えてる覚えてる。初めてデート行った時、うん、デートっていうか、うん、初めてご飯食べた時、うん、私たちの初めてのご飯の場所は東京駅の中にある親子丼屋さんなんですけど、そうそうそうね。はい、であとはあの束縛やきもち、全く束縛しないっていう風に設定してるけど、それはどうなんだろう。うん、そうやな、自分、そうやな、そうやな、自分だけを見な、それそうなるよ。嘘かいちょっと、うん、知らないこともあるよ。待ち合わせ1時間以上待ってんの。待てる待てる。本当？結構待てる。自分だって束縛や気持ちのところそんなに束縛はしないって。だって俺しいひんや。いや、してるか。いや、口ではいいとか言ってるけど態度ですごい拗ねたりするじゃん。してないしてない。誰と誰とご飯行くの。いや、それは確認してるだけな。でもし男マッチョとかいたらそれ行く意味あるかとか言うやん。いや、あんまりなんていうの、行く意味がなさそうなやつは。ほら、それ束縛じゃん。束縛じゃないって。束
束縛じゃないそれは。嫌だって言うじゃん。でもいやそれのシチュエーションによりけりそれは。まあ束縛とはまだ違う。子供2人欲しい。うん一緒だね。一姫二太郎がいいね。でもし2人とも男の子とか2人とも女の子だったら3人目頑張るかも。頑張る。うんそれはもちろん。だからそこら辺も合ってる。うん、はい、ということで、はい、今回は恋庭というスマートフォンのゲームアプリを試してみました。いろんな作物を作ったりとか、うん、そういうゲームとしての楽しさもありながらカップルや、まあ、もちろん友人同士でもできるし、でも一切月額料金とかもなく基本的には全部無料で楽しめるので、うん、で、まあ、人によってはゲームだけで楽しめるし、でまた人によってはそのマッチングアプリの機能も使って、うん、あのそっち側も楽しめるみたいな。で私たちみたいにカップル同士でも楽しめるという、うんうん、まあ、それぞれねいろんな人によっては用途があると思うんですけど、うん、いろいろサービスというか充実してるので、うん、ぜひ気になった方は恋庭のアプリ一度インストールしてみてください、うん、ぜひぜひ一度試してみてください。はい、うん、私たちも今からブドウの木を植えようと思います。そうね、ちょっとこれどこまでいけるか頑張ってやっていこうね。はい、ね、うん、ということで今回はそんなゲーム紹介をしてみました。はい、以上新メグでした。バイバイ。え、いいねこれ。